石丸市長の姿勢を批判しようと質疑に立った山根議員、市長を論破しようとしたところ、市長の矢のような指摘、誤った知識に基づく山根議員の論はあえなく崩壊。石丸市長曰く、狂っている。どうぞ最後までご視聴ください。山根議員、はい、2番に参ります。はい、2の秋高田市都市計画マスタープランについての括弧1の丸2です。調査結果において回答者の属性については、市全体の人口比に対して男性の回答率が約10ポイント高いほか、29歳以下の回答率が低く、60歳以上の回答率が高いなど、一部実際の人口構成と異なる部分がある。また家族世帯構成については単身者の割合が実際より低く、夫婦の割合が高い。このように回答率が一部実際の人口構成と異なることや、家族構成の割合が実際と違う結果が出たとあります。これらの原因について伺います。井の掛企画部長。アンケートの回答は任意で行っていただいておりますので、そのような結果が出たというふうに認識しております。まあ、任意であるためということはどういうことなのかと思うんですけど、誤差が出た場合補正をするということも可能かと思いますが、こういう場合補正はできる補正方法というのがあるんでしょうか。でそれと任意というのがどういう意味か、一問一答になってないですが、お答えください。任意というのがどういうことを意味しているのかがわからないです。任意というのは皆さんがよくご存知のシステムです。選挙ですよね。有権者には全員回答の権利が与えられますが、回答は任意です。その結果、有権者の人口動態と実際の回答の構成は異なります。ご存知だと思いますが、政治家ならですので、その結果に対する対応についても当然理解しないとまずいです。補正するなどという方法はないですよ。ただ必要なのはその結果に、留意をするという点だけです。今だって言われると思えば言われてるはずです。高齢者の投票率の方が高いでしょと。でも決まったことは決まったことなんですよね。国政で自民党が大勝でも、蓋を開けてみるとというか、中身を細かく見ると、世代別にはまちまちの数字も出ています。だから、政権運営には注意が必要、留意すべきだというだけだと思います。それが任意の説明でしたか。これ全戸調査ですよね。全戸調査だからこそ出てくる、誤差だったではないかと私は思っております。というのも、サンプリング調査であれば、こういった誤差に対しても、対応ができるのではないかと思っておりますし、でこの全戸調査をやっている武蔵野市というところがあります。そこではこういう誤差が出た場合、ウェイトバック集計というものを使ってます。これで誤差を調整してます。女性男性、その性と年代人口構成比と回答者の性、また男性女性のことですけど、それと年代構成比の歪みを補正するための性と年代によるこのウェイトバック集計を行って、全体値の結果を、参考として掲載すると、そういうところまでしっかりとされている自治体もあります。任意で片付ける、そういったことで、この調査が片付けられること、それこそが どういうんでしょうかね、正確性が伴ってこないんではないかと思いますが、部長いかが思われますか。まず今よくよく分かったんですが、山根議員は統計学における全数調査と標本調査、サンプリングというやつですね、を理解されていないので、そうした質問をするんだなと思いました。まずよく調べて理解をした上で、質問をするようにしてください。でなければこの時間が無駄になります。
でお答えをしますが、調整をかける方法があったとして、それがどこまで有用なんでしょうか。これは本当は反問権で聞きたかったんですが、またはぐらかしますよね、多分逃げますよね。なので答えがないんだろうなという前提で認識でお答えしますが、そこまでする甲斐はないです。コストパフォーマンスが合いません。今回で言えばマスタープラン 30% は回答してるんです。あれだけですね、分量の多い重量なアンケートに3割も答えてくださったんですよ。私はすごいと思いました。正直1割かなというのを覚悟しました。それぐらい難しいんです、あのアンケートは。にもかかわらず3割もの方が回答してくださった。これはこのテーマに対して市民がですね、非常に関心高く捉えてくださっているんだと私は受け止めています。ですので統計上も問題がなく、市民の意識もしっかりあるものという評価をしていますので、これ以上追加のコストをかける考えはありません。次に参ります。市は総合計画策定のためのまちづくりアンケート調査を平成26年に行いました。この調査は市民向けに無作為抽出で、すいません、これ訂正をお願いします。20歳以上ではなく18歳以上に変わっておりました。18歳以上の市民約2000人を対象として、さらに市内中高校生の各2年生の約500人を対象としてアンケートを実施されております。今回平成26年のこの無作為抽出のアンケート調査方法、サンプリング調査を使わなかった理由を伺います。すでに2-1-1でご説明した通りです。繰り返しになりますがご容赦ください。精度は若干は上がりますが、マスタープランの策定、それを広く周知する、そして市民とコミュニケーションを取るというのが重視した背景にあります。市民とコミュニケーションを取る、コミュニケーションを取るんであれば、市長の一番お得意なミートアップとか財政説明会とかそういうのをされればよかったのではないかと思いますが、このサンプリングをしなかった理由が、市民とのコミュニケーションで、そういった意味でこのさらにはこの回収率、これで十分だ、いっぱい返ってきたって言われるんですけれども、このサンプリング調査、平成26年、住民基本台帳から無作為抽出で市内に居住する18歳以上の男女1778人に配布され、有効回収数は572、有効回収率は 32.1% あります。で、市内の中学校高校にも配布されております。中学2年生高校2年生配布は406人、有効回収数371人、有効回収率 91.4% です。各学校を通じて配布回収されております。私はこれと同じようなものをなぜこの度のアンケートで使われなかったのか、平成26年総合計画策定のためのまちづくりアンケート調査です。2年後には第3次の秋田方氏にとっても総合計画策定される、それについても市長はこの前、昨日ですね、答えられておりました。そういったところでこのチャンスをなぜ、気持ちの問題、もう市長の恣意的なものではないかと私は受け止めておりますけど、それによって全校調査に入って、そこのところに問題があったのではないかと思いますが、いかがでしょう。こういう高校生中学生にまで聞けるアンケート調査、平成26年本当に素晴らしい調査をされていると思って、見ましたが、こういったことについては市長はご存じなかった、それともやはりそれより全校調査を選ばれた、どちらかかお答えください。市長から反問権の申し出がありましたので許可いたします。
山根議員がですね、あれやこれやとおっしゃるので論点が全く定まっていません。明確に質問すべきです。でお伺いしたいのは、山根議員は全数調査をすべきだと思ってらっしゃるんですか、それともサンプル調査の方がいいとお考えなんでしょうか、どちらですか。まずそこを教えていただきたいと思います。いろいろ私が聞いてると言われましたけど、まあ回答しやすいように、質問したつもりですが、全数調査じゃないですよね。今回は全個調査ですよね。全数ではありません。全個です。全個とサンプリングっていうんであれば、私はですね、今回いろいろ考えて比べてみました。表まで、表というか図まで書いて、サンプリング調査は労力、時間、コスト少なくて済む。でさらには正確性が大きい。平成26年との比較もできる。で全個調査は時間、労力、コスト全て今回補正もかけてプラスしてますね。81万2千円でしたか。でさらにもう誤差が出てる。正確性も回収率を見ると、まあ、今回平成26年 32.1、 それに比べたら29点、コンマ以下忘れましたが、低いじゃないですか。であれば今回はサンプリング調査を選ぶべきだったのではないかと思って、今回その市長のお考えを聞いてるわけです。以上で反問を終了し、議員の質問に移ります。答弁をしてください。ですね、まず根本的な認識が、知識が足りないのでご説明しますと、今回行ったものはいわゆる全数調査です。でその中で、各個に配布してます、家に配布してますが、その中の回答者は一人だけの分じゃなくて全員分が答えられるようにまで設計してあります。設計上はそうなってます。きちんと読んで理解をしてください。その上でなんか市長の恣意的だとうんぬん言われたんですが、どこがどのような恣意性があったのかよくわからぬまままだ勝手に言われているのでやめてください。具体的な根拠を示さないものは誹謗と中傷です。厳に慎むべきです。でサンプル調査よりも全数調査の方がいかなる場合においても精度は高まります。それが統計というものです。回収率云々は結果論に過ぎません。サンプル調査でも回収率は 30% になるときはもちろんあります。当たり前です。なので全く質問をされている論点が狂っています。正しく認識を持ってください。